君は時の涙を見る。はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、もう目に見えてますね。目に見えてる目の前にありますね。はい、びっくりマンです、今回はね。はい、こちらリクエストが多かったんで、ちょっとね、私のびっくりマンコレクションをね、ご紹介しようと思います。まあ過去に何回かね、ご紹介はしてるんですが、まああれからどうなったのかなっていう感じもあるんですけれどもね。はい、まあ、とりあえずね、ジャブ程度にご紹介をしたいと思います。まずこれはどうかして、これはね、あれですね、前にやってたビックリマンの一番くじのこれ、何章だったか忘れたけど、カンカンです。はい、こうね、こうなってて、こうパカッて開けるとこういう風にカンカンになってるっていうね。はい、はい、まずジャブ程度なんですけれども、まあ、こちらのアルバムに入ってますね。うん、ちょっとまあ新しいくもないのかも。こちらのね、第何弾なんだろうね、これ。まあスーパーゼウスがあって、十字架天使がね、十字架天女になってるやつなんですけれども、こちらね、今なんか知んないけど値段上がってますよね。うん、理由がよくわからないんですけれども、わかる方いますかね。この段はなんか値が上がってますよね。なんだろう。はい、まあこれがとりあえずこの段はコンプリートしてるってやつですね。はい、まあこういう感じでね、ヘッドあって、はい、でスクミですね、3スクミで。確かここら辺はなんか雑誌の付録かなんかも入ってますね。はい、でこちらもね、結構前のビックリマン伝説だったかなんかだったと思うんですけれどもね。はい、まあ前詞は全然ないんですけれども、まあ主にヘッドのやつですね。はい、はい、でここでもね、シリーズが変わってますよね。でこちらがね、ホロセレクションのヘラクライスト赤。これめっちゃ見づらいんだよねこれ袋に入ってるんですけど、これは開封されてるやつですね。うん、これは何かで手に入れたんだよな。でこちら地元のね、ハンバーグ屋さんなんですけれども、ビックリマン風の感じでシール配布してた時なんですけれどもね。はい、でキラキラのね、タイガーシェフ50周年アニバーサリーハングリータイガーっていうね。はい、こちらね、もうめっちゃ大好きなんですよ。もう地元のね、ソウルフードなんですけれどもここのハンバーグがね、もう世界一うまいね。はい、でこちらはファミマのアイスですね。ファミマのアイスについていたビックリマンシール、これも全部コンプリートはしてますね。はい、でここはまあ付録系ですね。はい、でここにホロセレの
ホロセレクションのブラックゼウスと、あと未開封のヘラクライスとアカで、これは確か DS かなんかについてたシールじゃなかったっけ、はい、というね、まずジャブ程度のシールですね、はい、あとはこちらですね、ファミリーマートのその実際のね、アイスと、未開封のシールですね、はい、それが何枚か入っています。でこちらは当時のミニファイルですね、うん、これめっちゃ綺麗なんですよ、うん、ほぼ新品同様、まあ、中開けてももうほとんどもう新品だよねこれね、はい、結構貴重なもんですよね。でビックリマンのこのね、うん、参加状みたいなのありましたね、はい、私はシールを決して売り買いしないことを誓います。もうこれはもう今の時代はもうやりまくってますけどねで私はチョコも美味しく食べながらシールを集めることを誓います。まあ当然ですよねこれはね、はい、で私はシールの交換を通じてお互いの友情を深めることを誓います。まあ、シールの交換今はしてないな交換点じゃないもんな、はい、というねミニファイル当時の、はい、綺麗な状態です。はい、でいよいよここからが本番なんですけれども、旧ビックリマンですよね、はい、昔のビックリマン、それがねこちらのファイルに入ってます、はい、でこの高級ファイルがね、まあ、本格的なこういう牛がなんか皮っぽい感じなんですよね、はい、で正面を向くと、はい、小窓がついてて当時のヘッドロコこここちらが見えますね、これ普通にこうなんかデザインかなと思うじゃないですか、これ実際のシールなんですよ、はい、小窓がついててそこに裏からシールを入れられるっていうやつですね。これはねすごいいいファイルなんですよ。このね小窓がねちゃんとこのアクリル板で遮られて、しかもこのアクリル板が UV カットなんですよ、うん、なのですごい使えるファイルですね。まあこれを作ってる会社はもうなんか販売してないのかな、うん、販売してた時期もね販売で即完売みたいな感じですぐなくなっちゃう品だったんですけれども、はい、まあ、今でも時たまねヤフオクとかで見かけますけれども、かなりプレネってますね、はい、でこれを開けますと、はい、ここに小窓があるんですよね、はい、でこの小窓を開けます。これはねピンで止まってるんで、これ普通に、はい、こんな感じで取れます。で中を見るとこういう感じで入ってます。で私のこのヘッドロココなんですけれども、まあ、自慢の一品ですね。もうこれはもうマスター品で、まあ俗に言うチョコ出し級ってやつですね、はい、もうその当時の時に開けて取り出したっていうぐらいの状態のものです。これは自慢の一品ですね。私の中でもヘッドロココの完品、まあ、多分画面を見ても分かる通りね、めちゃくちゃピッカピカでバリも残ってるんですよね、はい、でこれを踏まえた上で、まあこれちょっとあんまり触りたくないんでね、これを踏まえた上で正面もまた見てみましょう。はい、正面を見ますと、まあちょっと隅はね分かりづらいんですけれども、まあ先ほども述べた通りね、もう四つ角はピンピンですね。で表面の擦り傷もこの画面越し通り、うん、もうほぼね擦り傷もない感じですね、うん、でこちらはね扇プリズムで正扇ってやつですね、はい、通常の扇がこれがね逆扇だったらもう数十万ですよねまあこの正扇でもこの状態のものだったら、数万、数万は確実にいくと思います、はい、ここで一回ちょっとビックリマンの定義っていうのをね
まあ、ちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、あのビックリマンってかなり個人差がありますよね。評価、見た目の評価に関して、まあ、それぞれが持ってる価値観っていうのがあると思うんですよ。まあ、たまにねメルカリとかでもね完品っていうなんかすごい書いてありながらめっちゃもう四つ角丸まってたりプリズムハゲかかってたりしてるのを完品とか言ってね出品してる方もいます。はい、まあ、それに関してはねもう個人差なんですよね。まあ、自分がそう思ったらもうそうなんですよね。はい、だからこのね個人的な差っていうのでかなり変わってくるんですよね。まあ、この自分が持ってるやつもこれはもうチョコ出し級って自分は思ってるんですけれども、他の方からしてみたらいやここ奥備品ぐらいじゃないって思う人もいると思います。はい、でさっきから言ってるねこの完品チョコ出し奥備品とかありますけれども、こちらねまあ、要はランク付けですよね。状態のランク付け、まあ、こちらね、まあ、最上位が完品ですよね。まあ、まさにもう新品、新品同様で自分の中ですよ。まあ、ここからはねもう自分の価値観でのクラス分けみたいな感じなんですけれども、一番上が完品で、完品とチョコ出し級っていうのはもうイコールですね。はい、同等と扱ってます、自分の中では。なので完品とチョコ出しは同等レベルと、その下が完品級、はい、完品級っていうのがあるんですけれども、これもねすっごい難しい基準なんですけれどもね、ほぼは変わんないんじゃないかっていうぐらいの差しかないんですよ完品と。ただ若干なんか表面のプリズムの擦れ具合があるかなとか、よく見たらっていうぐらいのレベルが完品級ってやつですね。でその下が極備品級、はい、こちらは完品とまではいかないけれども、まあ、十分コレクションになる、まあ、擦り傷が、まあ、少なくて、まあ、少ないっていうぐらいでなくはないんですよね。はい、で、まあ、四つ角はピンピンなんですけれどもね、まあその表面の擦り傷具合ですよね。はい、で裏の台紙の印字もちょっと擦れてるかなとか、そういうぐらいのレベルは極備品級じゃないかなと思います。はい、その下が備品級、こちらがねだまあちょっと丸まってる四つ角ちょっと丸まってるとか、あとちょっと表面四つ角ピンピンだけど表面の擦り傷が目立つとか、あと裏台紙の印字がもう擦れちゃってるとか、そこら辺が備品級と思ってます。はい、で波品っていうのはもう経年劣化で、まあ、このぐらいになってるだろうなっていうレベルですね。四つ角丸まってたりしたり、まあ、表面の擦り傷がめっちゃあったりとかね、まあ、そういうのがもう波品、まあ、経年劣化レベルってやつですね。でそれ以下がもう素人目からしてもね粗悪品みたいなね、もう絵がもう半分見えないとかね、特にブラックゼウスとかね、ああいうホログラムによく見られますよね。もうほぼホロがね欠けちゃって、もうキャラがね見切れちゃってるとか、そういうのがもう、波品以下。はい、まあそれでもブラックゼウスのホロはね、まあ、5000円以上は下らないでしょうね。っていうね個人の見解を先に述べさせていただきました。はい、まあ、なぜかというとね、まあ、これからご紹介するのもね、まあ、自分の中ではもう一応チョコ出し級と自負しているものですね。まあ、それもねかなりもうちょっとね昔より数減りましたね。ちょっとね懐事情でちょっと手放さなきゃいけない、泣く泣く手放したものもあるんでね、まあ今となってはもう後悔しちゃうんですけれども、まあ、その当時はね本当に金銭面で困って、ちょっと手放しちゃったとかね、まあ、いわばこのビックリマンに関しては、まあ、資産なんですよ。もう、まあ、
理解できない人もいますでしょうけれども、ブラックゼウスのホログラム、うん、それのチョコ出し級ってなったらもう30万とか40万普通についちゃうんですよね、うん、でそこからさらにバリエーションでね、その期間限定のやつだったりとかね、うん、そういうのが入ってくるともう100万とか超えるんですよ普通に。なので投資するっていう感じの人もいるだろうね、ビックリマンに投資をするみたいな。で、あとあともうすごい値がついたら手放すとかね、うん、そういう考えの人もいるかもしれない、まあ、そんぐらいねビックリマンってすごい価値があるものなんですよね、うん、まあ、ビックリマンに限らずね、まあ、そういうものはありますよね。遊戯王のカードとかもそうですし、ポケモンカードとかね、あと野球カードとかもそういうのもありますからね、はい、ということでね、そういうのを踏まえて私のコレクション、はい、まあ、とりあえずここに入っているものは本当に、まあ、貴重なものですね、うん、では早速見ましょう、まあ、こう開いて、まあ、こう開くと、まあ、ここにね、ホログラムがあるんですけれども、ここのまずマシオネロですね、こちらはねもう本当に完品といっても差し支えないほどのレベル、ちょっと取り出せないんですけれどもね、ちょっと指紋とかついちゃうし、ちょっと手袋がないんでね今ね、はい、まあ、四つ角はもう間違うことなくピンピンなんですよ、はい、で表面の擦り傷もほぼないんですよこれ、うん、で隣のヤマト爆心もそうですね、うん、これも自分の中ではもう完品級と言っても差し支えないんじゃないかなって思うぐらい、まず四つ角ピンピン、表面の擦り傷は多少ね、まあマショネロよりはちょっとあるかなぐらいですけれども、うん、でこの下のヘッドロココ、こちらも、まあ、自分の中では本当完品級、うん、まあ、完品級って言ったのはね、ちょっと気になる部分がこの右上のこのところですね、これが何なのかよくわからないんですよ、傷でもないし、めくれでもないし欠けでもないんですよ、何かが付着してる感じもあるんですけれども、いかんせんねここでなんかこうガリガリねやって取ろうとしたらそれが傷になっちゃうこともあるんで、このまんまにしてるんですけど、これがちょっとねなければ完品と言えるんですけれども、これがどうしても気になっちゃって、うん、まあかといって触れもしないんでね、そのまんまにしてますけど、まあとりあえず 裏面ですよね、はい、まあ、裏面の印字ももう間違うことなくこのマショネロはね完璧ですね、はい、綺麗で、ヤマト爆心もめっちゃ綺麗、うん、でヘッドロココもめっちゃ綺麗、でネロに至ってはね、まあ、もちろんね、偽物が多く出回ってます、はい、でブラックゼウスのホロに関してもそうなんですけれども、まあ、当時のものって裏から光に照らすと透けて見えるんですよね、うん、反対側が、はい、で今の偽物っていうのはそうやって透かしてももう片方の裏側が透けないんですよ、そこで見分けるっていうのが、うん、一つの真偽の判断になるかなと思います、はい、まあ、そういうの自分も知識はあるんで、まあ、このネロに関しては透けます、はい、一応ね今カメラ越しなんで透けさせることはできないんですけれども、まあ、これはもう透けることを確認してます、はい、なのでこちらはもう当時物で間違いはないです、はい、まあ、自分もね偽物をコレクションするほどこうビックリマン愛が浅いわけじゃないんでね、はい、でこの隣にチラチラ見えてるのはこれはユニバーサルスタジオで一時期販売されてたビックリマンシールですね、コラボです、はい、うん、まあ、これに関しては普通にスルーしますけれどもでこちらはエヴァとのコラボですね、はい、これも特にねレアでも何でもないって、とまあ
一応ね、ここ完璧っつってもね、ほんとこの3枚だけなんですよ。いや、当時はいや、もっとあったんですよ。でもそれは完品じゃなくて備品とかそんぐらいなのがいっぱいあったんですけれども、まあ、そこら辺はね、ちょっと手放したっていうのもありますよね、で一番自分が気に入ってるものをちょっとご紹介したいと思います。はい、こちらですね。はい、赤がない。ヘラクライストですね。ヘラクライストの銀と緑と赤が普通はあるんですけれども、赤がまだない。はい、まあ、こちらがね、自分の中で一番のお気に入りですね。まあ、ヘラクライストに関してはもうこの銀が一番好きなんですよ、私はね。なぜかというと、これが一番ね、当時自分で自力で引き当ててすごい思い出深いやつなんですよ。今でも鮮明によみがえってくるぐらい、その当時のことが思い浮かぶほど思い入れが強いんですよ、この銀のプリズムヘラクライストは。なのでもう一番のお気に入り。はい、でこれに関してはね、まあこの後じっくり近寄ってね、お見せしますけれども、これに関してもチョコ出し級です。はい、四つ角ピンピンで、もうプリズムの、擦り傷もほぼなく、めっちゃいい状態のやつですね。でこの銀のプリズムのヘラクライスト、最近ヤフオクで見かけたんですけれども、これのチョコ未封入なるものが出てたんですけれども、チョコ未封入って普通ありえないですよね。それはどうなんだろうって思うんですけれども、まあ、確かに状態的にはすごいいい状態でしたね。はい、まあそこのね、チョコ未封入っていうのが出てきたんですよ、ランクに。これは何かって言ったら、まあ、考えられることはね、チョコ未封入っていうのは多分アンカットシールですよね。まあ、アンカットシールっていうのは工場生産時に裁断する前のシート状態ですね。もう分けられてないシート状のもの、多分それを手に入れてカットしたのか、それしか考えられないんだよね。じゃなきゃ1枚だけチョコ未封入なんて手に入んないですよ、普通。おそらく、まあ、チョコ未封入っていうふうに出品者が感じて、そういうふうに書いてるっていうのが自分の見解なんですけれども、まあ、画像でしか判断できませんけど、それを見たらね、自分のとあんま大差ないなと思ったんですよ。でそれがいくらで落とされてたかっつったら、15万ですね。はい、15万ですよ。15万で落札されてたんですよ、この銀のプリズムって。今までよくても2万とかそんぐらいだと思うんですよ、すんごい状態よくて。それが15万ってありえない金額言ってたんですよね。それがね、まあお見せしますけれども、これこちらなんですよ。まあ、確かに綺麗ですよね。画面上では本当にすごく綺麗、バリも残ってるし、製造線っていうのもないんですよね。まあ、製造線っていうのは、まあ、こちらも価値基準、個人の価値基準になるんだけど、マイナスと捉える人の方が多いですね。こうやって製造時についちゃうね、濃い線、ちょっとね、バリのような出っ張った線があるんですけれども、それがついてるとマイナスっていう感じる人の方が多い、逆にそれをエラー品と思ってね、価値基準を上げちゃってる人もいますけれども、まあ大半がマイナスと捉えてますんでね。はい、まあそれも個人差なのかな。でこうやって見てもね、やっぱ傾けてもプリズムの色とかすごいいいですね。で裏のもう台紙も完璧ですよね。バリもあるし、印字も全然擦れてないんでね。で このね、3枚の視点でのものしか映してないんですよ。でこれを踏まえた上で私のを見てもらいたいと思います。こちらですね。まあ、まずね、こう隅ピンピンです。はい、で表面の擦り傷は
このアクリル板の反射もあるんで見づらいんですけれども、そこまで目立つね傷はないですね。はい、で裏側で裏を見てもこちらもバリ残ってますね、上にね。はい、で印字もはっきりとしてます。はい、だからこれとねほとんど大差ないと思うんですよね。だとしたら出品者が言うところのチョコミ封入ってなるんじゃないかなと思うんですけれどもね、まあ、自分の中ではチョコだし球、チョコミ封入っていうのはもう自分の中ではアンカットシールぐらいですね、そう思えるのは。はい、といったねこの銀のヘラクライスト、これが一番のお気に入りで、続いて隣なんですけれども、こちらはねあのヘラクライストのプリズムのカラーの中でも一番人気なのかな。ストーリー自体で言うとこちらパワーダウン状態なんですよね。ヘラクライストのパワーダウン状態が緑で、パワーアップした後が赤っていう風になってるんですよね。でこれがパワーダウン状態の緑なんですけれども、まあ、こちらもねあのこちらは個人的に言うとごく備品ぐらいですね。はい、まあ、ちょっとね四つ角、まあ、こちらはまだいい、ただねこっちの右足がちょっと折れがあるかなっていうね、ほぼちょっと見づらいですけれども、で表面の擦り傷はねあんまこちらもあんまないんですよね。で裏もねこちらはこんな感じで、四つ角もまあちょっと丸まってるかなっていうぐらいの、はい、でもね印字がはっきりしてます。このぐらいのレベルは自分の中でごく備品にしてます。はい、でやっぱこう並べるとねこっちのヘラクライストの印字の方が濃いっていうのが分かりますよね。といったね自分の大好きなヘラクライストコレクション、こちらのねまだ赤がない、赤がないっていうのは自分の中でねヘラクライストはあんま妥協はしたくないんですよ。できればごく備品以上で入手したいんですよね。それがなかなか自分のねちょっと手が届く範囲で買えないっていうのが現状なんですよね。だからちょっと空欄になってるんですけれども、まあこちらもねまあちょっと手に入り次第ね、ご紹介はさせていただきます。はい、赤のヘラクライストが手に入り次第ね、まあどのぐらいの状態のものが手に入ったかっていうのをね、はい、といった感じですかね。あとおまけでこちらもご紹介させていただきましょう。はい、かなり引いた画角になりましたが、はい、こちら、はい、まあ、これは以前の動画でもねご紹介しましたブラックロココ2の色紙、これが100名限定のやつですね。抽選で当たっているやつです。はい、こちらもね本当当たるとは思わなかったんですけれども、まあ、こちらにね実際のブラックロココ2のねシールも入れてあります。この額縁が別売りですよ。これは Amazon で買いました。はい、とりあえず UV カットのものにして入れてます。これも自分の お宝の一つですね。はい、まあ、かといってもねやっぱ色紙なんでねそこまでお値段はついてないですね。100名しか手に入らないものですけれども、はい、はい、それとねあとまあ、皆さんねまだツッコミどころあると思います。あれないんじゃねえかって、はい、こちらですよね。はい、株式会社映画ウォーカーっていうところから前に届きました、
まあ、自分はねこちらが実際に自分で手に入れたやつです。当選したやつですね。はい。でここの宛名はね綺麗に剥がしました。はい。うん。はい。するとね1枚のこの紙が入ってます。はい。当選おめでとうございます。はい。ウビチケ限定ビックリマンキングオブエジプト神コラボプレゼントキャンペーンにご応募いただき誠にありがとうございました。厳選なる抽選の結果あなた様がビックリマンキングオブエジプトコラボキャラスフィンクスヘラクライスト激レア限定ビックリマンシールにご当選となりましたっていうのをね、はい、受け取りました。はい、それがこちらですね。まずはねこちらのポストカードが入ってたんですよね。はい、キングオブエジプトというね SF 映画です。でシールがこちら。はい、これね、まあ、この状態で入ってたんですけれども、これはねあの普通のビックリマンシールサイズじゃないですね。大きさ的には最近出たねブリーズとのコラボのビックリマンシール、はい、あれと同サイズぐらいですね。同サイズぐらいというか同サイズなのかな。こちらがスフィンクスヘラクライスト。おそらく自分が持っている中で一番価値があるシールかなと思いますね。はい、こちらもね3色用意してるんですよね。銀、緑、赤ってね。で当たったのが自分銀なんですよ。自分が一番欲しかったカラー。はい、要はこの銀のヘラクライストのスフィンクス版ってやつですね。はい、これはめっちゃ嬉しかった。もう史上最高に嬉しかったかな。まさか当たると思わなかったんでね。うん、いや届いた時はほんとマジ飛び上がったな。こちらがねほとんど出回ってないですね。一応まあ3枚合わせて99名限定なんですよ。で1色につき33名限定なので銀、緑、赤で33枚ずつしかないんですよ。はい、なのでこの1枚も33分の1が自分の手元にあるんですよ。はい、それがこれですね。はい、要はこの世に33枚しか持ってないんですよ、この銀のスフィンクスヘラクライストは。でね、直近でね、もうかなり昔になるんですけれども、直近で最後に落札されたのがその金額が30万だったんですよ。うん、で今どうなってるかっていうのがね予想がつかないんですよね、こればっかりはね。うん、ビックリマン市場っていうのは変わっていくんで。はい、ただ本当に出回ってないっていうのを考えると価値はもっと上がってるかなとは思うんですけれどもね。これ何よりもねこうやって光にねちょっとかざして見えづらいですけれども、後ろにねピラミッドが見えるんですよ。三角形の薄く、わかりますかね、ここら辺に三角のシルエットが、ピラミッドのシルエット、こういう仕掛けとかもあるんでね、すっごいこれよくできてますよ。でまあ裏面はねこういう感じでキングオブエジプト公開記念オリジナルシール、うん、こんな感じで書いてあります。これはね、まあこれは今ねこのビニール越しだからこうやって素手で触れてますけど、まあこれ素手で触ったことはまだないですね、一度も。はい、というか開封もしてません。というね、これが一番のお宝ですね。はい、ということでね、今回はねビックリマンコレクション、こちらをご紹介させていただきました。ちょっと紹介し忘れてるものもあるかもしれませんけれども、そちら辺はねちょっと、押し入れの奥の方にね行っちゃってたりするんで、うん、忘れてるものもあるかもしれません。はい、まあとりあえずね今ご紹介できるのはこんな感じということでご了承いただけたらなと思います。はい、ではね久しぶりにビックリマンこちらをご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。これを見てね、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。ビックリマン関係ね、他にも手に入り次第ご紹介させていただきますので、これからもよろしくお願いします。では今日はこの辺で。
ご視聴どうもありがとうございました。